どうも、大クワ職人です。今回はこの国産大クワガタの産卵方法についての動画になります。この国産大クワガタの産卵をね、成功させるためには、まあちょっとね、いくつかねポイントがあるんですけど、今回はね、そのポイントをね、しっかりと説明していく動画となります。はい。でね、この大クワガタ結構ね、ポイントをね、抑えるだけで結構ね、簡単に産んでくれるんですけど、まあ今からね、今回この動画で紹介していくそのポイントをね、ちょっと踏まえないと、なかなかね、産卵がうまくいかなかったりとか、全然産んでくれないよってことにね、つながったりします。はい。ということでね、今回はこの大クワガタの産卵方法を、詳しくね、解説していきます。それではいきましょう。はい。大クワガタをね、産卵させるには、このね、産卵剤、これね、この下にあるのが産卵剤なんですけど、産卵剤が必要です。で、今回ね、使う産卵剤はこのね、食菌変わら剤っていう、めちゃくちゃビビって覚えた、食菌変わら剤ですね。変わら剤、はい、変わら剤で、ね、産卵セットね、組んでいこうと思います。まあ、変わら剤じゃなくても肉薄羽剤とか、いろんなものがあるんですけど、肉薄羽剤でも全然大丈夫です。で、ね、もう一つね、そのレイチ剤っていうのがね、売られてるんですけど、あれはね、タランデュスとかレギュスとか、ああいったね、種類にね、向けての、食品剤になるので、大クワガタはこっちのね、変わら剤とか肉薄羽剤っていうね、食菌剤を、使うと産卵をね、してくれやすいです。で、この食菌剤、この食菌変わら剤なんだけど、この変わら剤の状態が産卵をね、成功させる大きなね、ポイントになります。そのことについてはね、後ほど説明していこうと思うんですけど、まずはこの食菌剤の皮をね、剥いて、で、加水する、水にね、水を含ませるっていうね、作業をしていきます。そのためにね、必要なね、道具の方をね、紹介していこうと思います。はい。じゃあね、使う用品の方を紹介していこうと思います。まずはね、こちら、ステーキナイフです。はい。ステーキナイフは、産卵剤の樹皮をね、剥くために、使います。これがあるとね、すごくね、樹皮剥きやすくて便利です。で、続いて、このね、コバイシャッターの中ケース。これはなんで、必要かっていうと、これね、産卵剤の、加水だったりとか、あと産卵セット。産卵セットのサイズ、ちょうどね、材が M 材か L 材がしっかりね、1本丸々入るような、ちょうどいい感じのね、ケースなので、これね、加水だったりとか、産卵セットだったりとかっていう時に、このケースがあるととてもね、便利です。はい。で、そして、このね、ビニール手袋。これね、なんで必要かっていうと、食菌剤をそのままね、素手で触ってしまうと、手の油だったりとか、もともとね、人間の手にはちょっと雑菌とかね、そういった菌がいるので、その菌で、その菌がね、産卵剤を犯してしまって、もうカビが生えてしまったりとか、もう産卵剤として機能しなくなってしまうっていうようなことが、可能性としてあるので、そういったことをね、防ぐために、このビニール手袋をすることをね、お勧めします。はい。じゃあね、早速ね、材の方をね、さばいていこうと思います。よし。よいしょ。はい、はい、はい。こんな感じにね、ざっくりかけたら、もうね、全部、バーッとね、出しちゃってあげる。はい、よいしょ。よし。はい、はい、はい。いつもやってる感じでね、やっていこうと思います。よっ。ほっ。よし、あ、いい感じに向けた。よいしょ。はい、はい、はい。で、あとはもうこれをね、ナイフ入れて、別に入れなくてもね、剥がせるっちゃ剥がせるんだけど、こういうのがあった方がね、手になんか刺さったりとかね、ゴムして、手袋してても、よいしょ。なんか刺さるときは刺さるんだけどね、よいしょ。なんで、気をつけてやりましょう。よいしょ。はい、よいしょ。こんな感じに、これ瓦剤なんですけど、もう樹脂をね、剥いちゃってます。剥いてきます。よいしょ。はい。で、こっちのね、こっちとこっちにね、まだね、金の膜が張ってるんだけど、これもね、全部きれいにね、剥がしていきます。はい、こんな感じでね、さっきのね、皮膜が取れました。で、材も、ここのね、材の表面の、こういう、ちょっとね、おがというか、樹脂との間にこういったものがあるので、
これもね、綺麗に削ぎ落としていきます。よいしょ。よしよしよしよ。はい、綺麗になりました。これね、非常にいい材です。芯もね、そこまで太くなくて、ものすごくね、硬さもちょうどいい。こうやってね、爪でこう、ちょっと柔らかいぐらいかな。でもまあ、これぐらいでちょうどいいかも。こう、爪でこうやってね、跡をつけると、ちょうどこのね、跡がつくでしょ、こうやって。これぐらいの硬さが、理想です。オークワって、まあ、意外とね、カチカチな、やつにも産んだりするんだけど、まあ、これぐらいね、その爪をね、こうやって押し付けると、まあ、こうやってね、跡が残るぐらいの硬さが非常にいいです。あと、この芯がね、太すぎないやつ。これすごくね、非常にいい。で、またこのね、その、肌。このね、木のね、肌。こういったね、黒い部分がちょっと多すぎると、意外とね、産めなかったりするんだけど、これね、ものすごく、綺麗な方だと思います。はい。まあ、こういった材を、まあ、材の選別というか、ものすごくね、その黒い筋がね、いっぱい入ったようなやつとか、あとカチカチだったりとか、柔らかすぎたりとか、そういったね、材だと、まあ、メスがね、ちょっと、産み渋ったりとか、全然産卵数取れなかったりとか、そういったことが起こるので、このね、材の選別ってかなりね、重要なんですよ。これが本当に、その、産ませれるか産ませれないかの、まあ、大きなね、差になってくるっていう、そういったね、ポイントでもあります。はい、じゃあね、続いてなんですけど、まだね、これだとね、メスがね、産まない可能性もあります。なんでかっていうと、材のね、水分が足りてない可能性があるんですよ。若干ね、まあ、このままセットしても産まなくはないと思うんだけど、ただ、水分がもうちょっとね、あった方が、材がね、ずっしりと重い方が、水分含んでる方が、メスがね、好んで産卵します。まあ、なんでかっていうと、そのね、卵が孵化するときに水分必要なんですよ。で、木の中に水分がないと卵がね、孵化しなかったりとか、するので、メスはね、結構ね、水分を含んだずっしりとしたね、材をね、好んで産む傾向にあります。はい、先ほどのね、小林シャッターの中ケースに水道水をね、入れたものをちょっと用意しました。で、ここに産卵剤をね、食菌瓦剤の方をね、浸していきます。よいしょ。よいしょよいしょ。ちょうどね、これね、蓋を閉じると、この剤がね、動かないような感じになってくれるんですよ。L 剤だと。よいしょ。はい。はい、じゃあね、こんな感じで、あとね、30分から1時間、こういう感じで、材の方に水分をね、含ませていきます。で、これね、水道水でも全く問題ないです。はい。水道水に入れたから、その、瓦剤が死んじゃうとか、そういったことは、今までね、僕は、一度もないので、全然水道水でも大丈夫です。はい、材のね、加水の方が終わりました。じゃあね、ちょっと産卵セットのね、方を組んでいこうと思うんですけど、セットはね、めちゃめちゃシンプルです。このね、さっきの、まあ、加水に使った小林シャッターの中ケースを、まあ、中ね、またしっかり洗ってから乾燥させて、使うんですけど、そこに、キッチンペーパーに材を巻いて、で、これを、そのまま、入れるだけです。はい。これで産卵セット完成です。はい、そしたらね、ここにメスの方をね、入れていきたいんですけど、このね、メスはもうね、ペアリング済みです。で、ペアリングについての動画はね、詳しい動画は、前回のね、動画にしてありますので、そちらをね、ぜひ見てから、このね、産卵セットの動画を、見ると、よりね、内容がわかると思います。はい、ここにね、ペアリング済みのメスがいるんですけど、このメスは、ペアリング後、約ね、1ヶ月間、ゼリーをしっかりと食べさせました。で、これすごく重要なことで、オオクワガタって、ペアリング後すぐに産卵セットに投入しても、産まないんですよ。まあ、なんでかっていうと、このね、オオクワガタとかのドルクス族っていうね、クワガタは、約ね、その1ヶ月間ぐらい受精卵を作るのにね、時間がかかるんですよ。なので、1ヶ月ね、しっかりとゼリーを与えて、でね、栄養をつけることで、メスのね、産卵が成功する、いうことにつながってきます。でね、産卵セットの方に、このね、ペアリングをしてから、1ヶ月間ね、ゼリーをしっかりとたくさん与えたメスの方をね、投入していこうと思います。はい。よいしょ。じゃあ、頼む。たくさん産んでくれ。はい。でね、この時の産卵の温度なんですけど、だいたい24度から27度の間、それぐらいがね、ベストです。あんまり高すぎるとね、逆にね、ダメだったりするので、まあ、それぐらいの間が、まあ、ベストです。で、まあ、産卵セットをね、割り出す期間なんですけど、あ、もうこれ今ね、メスがね、この産卵剤、今ね、
自分のね舌を出して匂いを嗅いでるんですけど、その材の状態どうだろうなとか今いろいろね確かめてると思います。はい、まあ、こういう行動をねし始めるともうね多分産んでくれやすいと思います。舐めてね調べるんですよね、その状態を。もうねちょっとメスが裏の方ねちょっとこの辺に入ってちゃったけど、セットをね割り出すタイミングなんですけど、まあメスをね入れて大体ね1週間から10日ぐらいメスを僕は投入してます。そして、まあ、1週間から10日したらだいぶね材がその産んで、で結構ねもうまあ真っ黒になるんですよ、この材の方が。まあメスがねその菌の活性をね抑えるんですけど、まあそれで無事ね産卵成功してると材の色がね黒っぽくなります。で、まあ、1週間ぐらいメスを投入してから、まあ、そこからねメスだけを出して、であとはね、20日間ぐらい15日から20日間ぐらいその材をそのままねこのコバイシャッターの中継室のままで保管しておきます。でそしてその15日から20日経った材を割り出すと、ちょうどね孵化してちょっとね食べたぐらいの幼虫とか、またまあ卵だった卵も出てきたりするんですけど、まあそういう感じでねちょうどいい具合の幼虫で、あそこまでね成長してない幼虫を割り出すことができます。まあ、なのであとはねちょっと薄暗いね物静かな場所にあんまりねその動かしたりするとメスがね、まあ、その場所ねにストレスを感じると産めなくなったりするんで、本当に1週間ね暗くてね薄暗いとこで、まあ、温度がねなるべく24から27度に保てるところに置いておきます。そうするとね、まあ、1週間後ちょっと様子を見てみると、まあ、材がね削られていて、で材の方が黒くなっている、うん、そうなった場合には、まあ、ほとんどの場合ね産卵が成功してます、産卵行動はしてます。はい、ということでね、この子もこうやって蓋をしてね、薄暗い場所にね、置いておこうと思います。はい。これね、本当に動かしたりとか、その何回も何回も様子を見たりすると、メスがね、うまくなっちゃったりするので、しっかりとね、本当にもう半分放置しとくみたいな、まあそういった感じが一番ね、そのメスにもストレスが、ないので、たくさんね、産んでくれることにもつながります。はい、ちょっとね、まあ、産卵とはね違うんですけど、これねめっちゃねかっこいいと思いませんか。いや昨日ね羽化したねちょっと個体をね掘り出してたんですけど、このホペイ、ホペイオオクワガタの、まあ、極太のね、まあ、血統の子なんですけど、いやーこれ掘り出した時にねめちゃくちゃねこの顎の迫力にねやられました。うん、まあ、体もうすごくね綺麗 でそこにねこんなね極太の顎がねくっついてくるのかと思って、いやすごいねテンション上がりました。めっちゃかっこいいですねホペ。いやーオオクワガタのね大型血統とはねまた違うね魅力ですね。いやすごいこのねまあ怪物感というかこの顎のね太さ、いやこれをね作った人は、まあ、自然界、まあ、好みによると思うんですけど、まあ、こういったね形のものもねすごくねかっこいいなって思います。ちょっとね手に取ってね観察してみましょうか。よいしょ、ちょっと本当に今ね掘り出したばっかりなんでね、よいしょ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 、うわかっこいいな、すごいねこの顎の太さ半端ないね。ちょっとボケてるね、なんかピンボケしてる、ほらすごいや、うわーゴリゴリだね、うんすげえ。いやーここのさ基部の部分とかめっちゃくちゃかっこいいね、すごいな、なんか眺めれるねこれずっと。はい、今回はねオオクワガタの産卵方法について詳しくね説明していきました。なかなかね産めなかったりとかその個体差によってね産卵数が変わったりとかするんですけど、まあ、皆さんもねその自分なりのその産卵方法っていうのをね、まあ、見つけ出すということもこのブリードのね面白さだと思います。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。